35分ぐらんかねさっき寝てないんですけど寝てないんですけどっていうかさっきめちゃめちゃ睡魔が来てなんだろうなあの椅子に座ってたんですよ、まあ、今も座ってるんだけど椅子,椅子座っててめっちゃ眠くてでも分かんない多分5分ぐらい5分ぐらい普通に寝てたと思うあの首がクって。 しんんどいよね招き猫さんハートありがとうでもそのおかげそのおかげかそのおかげかかは分かりませんが今は今はちょっとその後に家事もして <laughs> なかなかいい感じだと思いますこの配信が終わったら筋トレをします岩友さんかわいいありがとうこんばんはこんばんはこんばんはひろっちさんクローバー ありがとうございます翔太もハートありがとう今日は洗面台の下から水漏れして大変でしただってそれは大変水漏れってだるいよね水漏れってだ,だるいよねっていうか水ってさ想像以上に広範囲に広がるよねやめてほしいフフ <laughs> あらこんばんはこんばんはあ明日は黄砂が飛ぶらしいんだってそれさなんかテレビでやってた明日かわかんないけどなんかね 黄砂が、黄砂がどうのみたいな、今日テレビで、テレビから聞こえてきましたね。あ、そんな、そんな時期なのかと思って。まともちさんかわいい、ありがとう。ポーチさんもクローバー、今言い方欲しかった。ポーチさんもクローバー、ありがとうございます。あ、ちょうどお家に着いたら始まっただって。ジャストタイミング、こんばんは。こんばんは。黄砂か。黄砂が飛んでくるのか。 あ洗濯物を外に干すのもやめた方がいいらしいです。だって。最近は全然干してない。外に。ずっと、ずっと室内干し。いえい。あら、京かちゃん。配信ありがとう。だって。とんでもねこんばんは。こんばんは、こんばんは。あ、今、今、バトフェスしてたよ。だって。最高。私もチビチビ、ちびちび。 ちびちびやっております翼くんハートハートありがとうやほー皆さんもう晩ご飯は食べましたかあ、ひふみんいいねしてるねだってあ、ひふみんさんのツイート面白かったのでいいねしましたさっき見つけたやつ <laughs> なんだっけななんんあれ何のツイートだったか忘れちゃったけど面白かったので いいねしておきました。たくまくんもハート、ハートありがとう。あ今ご飯炊いてるだって。良いね。良いね、良いね。こんばんは。久しぶりにラーメン食べました。ラーメン食べましただって。いいなラーメン。ラーメンラーメン食べ、た8番 ?8 番ラーメン。1番ラーメンが食べたいよ。1番ラーメンは野菜が、野菜がいっぱいのってるんです。食べたい。 リリさん、ハートをありがとうございます。あ今日は冷しゃぶだって、いいね。<laughs> あそれだ、キャラメルかと思ったらカレール、それだ、それだ、ひふみんさんひふみんさんが、なんかね、このキャラメル美味しいなぁと思って食べてたんだけど、よく見たらカレールーだったみたいな、そういうツイートがあってあ、面白いと思って。フォローはしてないんですけど、フォローはしてないんですけど、いいね、いいねをしときました。わさびいろさん、たこ。 タコありがとうございます。<laughs> こんばんは。こんばんはこんばんは。あ教授尊い尊いありがとう。あ今日の夕飯は親子丼にしました。いいね親子丼親子丼ええななんか親子丼親子丼ってさでも家ではあんま作んないけどさ卵丼っておいしいよねわかる。<laughs> 卵丼。 玉ねしか、玉ねしかやんないけど <laughs> 玉まねしかやんないけど玉ご丼ってめっちゃ美味しいよね好きですこんばんは清香ちゃんの配信好きだって優しいありがとうありがとうありがとうただ喋ってるだけだけどありがとううん あ今,日の今日のお昼はガストでテイクアウトだっていいねからげ丼が320円だって素晴らしいあらやッー元気だって元気ですこんばんはこんばんはこんばんは副菜にわかめのサラダと長芋の千切りだって長芋長芋いいなこんばんはこんばんはこんばんはひーちらちら えーっとなるほど理解うんあ京杏花ちゃん京花ちゃん「鬼滅見たことありますか?」だってちゃんと見たことはない <laughs> ちゃんと見たことねあんまりよくわか,からないけどでもなん,なんだっけ主人公の主人公の妹がなんか鬼にされちゃってその主人公がその助けに行くんで なんだっけ鬼、鬼、鬼。だから、鬼滅、鬼滅だから、鬼を滅する。鬼をこう、滅さないといけないらしい。その、鬼滅の刃の世界では。そうだから、そういう感じらしいよ。そういう感じらしいよっていうか、そう、鬼、鬼、そう、鬼、鬼よ。鬼を滅する。鬼を滅するストーリーらしい。そうだから、そのまんま、鬼滅、鬼滅って、そういう、なるほど、と思った。あ、そうそう、鬼退治みたいな。そう、だから、桃太郎的な。 簡単に言うと、簡単に言うと、桃太郎、桃太郎みたいな、そういう感じらしい。ちゃんと、ちゃんとは、そんなにね、見たことないんですけど、あんまり、見た見たことないんです、そうなんです。あ最新刊がそろそろ発売されるんだって、へえ、へえ、とか言って。 あのさ私漫画のさなんか単行本とかなんとか本とかなんとか本とかあるじゃないですかあれのさなんかあれがわからないんですよね連載なんか連載とかはさこうぶっといさ例えばね「ジャンプ」とかさ「ガンガン」とかさそういうやつにこう載ってるのは連載なんでしょでその単行本とかはあのちっちゃいあのサイズのやつででなんか他にもさなんか単行本以外でもなんとか本みたいなのありませんそれがなんか 何が、何が違うんだろうみたいな。詳しい、詳しい方いらっしゃるえ、なんでガンガンって笑われるのあれ、ガンガン、ガンガンって悪くないガンガンってもう売ってないんだっけあ、きなこハート。ハートありがとう。ガンガン。あ、そうそうそう、なんか完全版とかさ、単行本とは違うの何なんだろうね。 ガンガン何読んでたの私は読んでませんガンガン。<laughs> あ、世代かもだって <laughs> ガン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 世代ですかでもなんかハガレンがハガレンがなんか一時期載ってたみたいな。確かそんな感じでなんだっけそう、わかんないんですよな。単行本。あ、そのぶぶ分厚い雑誌に連載されてるのが単行本になるだってなるほどね。だよね。え じゃあそのさそのさあれだ新刊新刊が新刊がん難しいな <laughs> 難しい難しいです、ね、そうなんですそうなんです私漫画漫画とかね興味がなくて読まないんですよねだからなんか漫画 好きな漫画はとか好き,好きな漫画はとか好きなアニメはとか困っちゃう系女子 <laughs> あんまりあの何小説とかはだって小説とかもあまり読みません <laughs> ゲームはするんだっけゲームもしませんゲームもしません、ね、あのえでも高校の時は 高校の時はブラウンファームしててブラウンファームめっちゃハマってたんですけど今はゲームそんなにあの関係してるその AKB に関係してるやつならするけどアイカブとかさビートカーニバルもやってたし今はバトフェスとかしてるけど全然全然してないなツムツムとかやってましたね高校生の時超下手だったけどやってた あっきさん、タコありがとう。ハートもありがとう。あ、きょんちゃん文章不思議だから小説とか本とか結構読んでる系の人だと思ってただって。割とね、私はね、本読むのはあんまり得意じゃ、得意じゃなかったですね。得意じゃなかったっていうか、なんだろう、うん。好きか嫌いかで言ったら、あー、でも好き、なんか、好き、なんか嫌いってわけでもないけど、あんまりこう、 あんまりこうなんか積極的に積極的に読む人ではなかったなだからあの学校中学校とか小学校あったかな,なんか小中高学校なんか読書の時間あるじゃないですかその時は小説とかじゃなくてあの本当に自分の興味あるやつだけ読んでました別になんか小説だけ読みなさいとかそういうルールがあったわけじゃないけど あのー、高橋みなみさんの「リーダー論」とか指原さんの「あの逆転」「逆転力」逆転力「逆転力」「逆転力」そればっかりそればっかり読んでまして何週も何週も何週も読んでましたねそう同じ本同じ本ずーっと読んでた「あいままさんハートハートありがとう」でもなんかそうもっとちっちゃい時からこういろんな本とか読んでたらもっと語彙力あったのかなとか表現の仕方もなんかいろいろ。 あったたのかかなとか思ったりしますねそれはもうあ朝の読書の時間「ハリー・ポッター」1年間読んでただって <laughs> ハリー・ポッターさハリー・ポッターってめ,っちゃめちゃめちゃ分厚くないなんか読み出してからがなんか耐えられなさそう耐えられ、ね、なんて言ったらいいんだろう直樹さんかわいいありがとうポーチさんもいいねありがとう石の上にも3年さんもタコありがとう ありがとうございますそう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 。でもやっぱ文章。でもね、でもね、てか、どうなんだろうね。もっともっと,文もっと本読んでたら、私は国語の点数は高かったのかしら。どうなんですかね。わかんない。わかんないけど、でも私の友達に、あの私の友達に、あれ県で1番県で1番 日本で一番日本で一番はないか県で一番かな,なんか国語の模試とか、高校の時の模試あるじゃないですか。それの,あの国語200点満点で、なんか1位、県で1位だったみたいな友達がいるんですけど、その子は、その子はなんか本、本好きだったな。本好きだったなっていうか、かっこいいよな。ボドボドさん、花束。花束ありがとうございます。うん。 そ,うそう読書とそう読書とさ読解力はさそう必ずしも必,必ずしも比例するとは言えないかもしれないけど読まないよりは読まないよりはそうだから私も読んでたらまだちょっと違ったのかなとか思ったりするけどまあ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 、まあ、しょうがないです <laughs> しょうがないですふみ <laughs> さんハートありがとうゆうがちゃんもゆうちゃんもハートをありがとうございます あ普段から本読んでないと全然内容が頭に入ってこないかもだって。それはある。それはあるっていうか、そんなにあれ、あそんなにあれだった。あのね、そんなに、そう、文章さ、小説とか読んでこなかったから、でも、模試とかに出てくるってさ、こう、何、小論文とか、小論文じゃないわ。あれ、なんて言うんだっけ。小説と、あれ、なんて言うんだっけ。それ なんだっけ小論文じゃなくて、あれなんだっけ小論文小論文じゃないな。論文あれ何て言うのあの、大問一。国語のさ、国語っていうか、国語か。国語の、国、あ、随筆あ、評論評論、それ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 。評論とさ、評論と小説あったじゃないですか。どっちもなんかさ、なんか読むの、読むのだけでもしんどかったもんな、ね。読むのだけでもしんどかったっていうか。 しんどかった。<laughs> なんか、え、長いなぁ、みたいな。長いなってか、別になんか全,全部、全部読むわけじゃないけど、そのテストに、テスト、模試とかに出てくるやつってさ、その本、一冊、本、全部載ってるわけじゃないじゃん。抜粋されて載るわけじゃない。そう、でもなんかそ、それだけでそれだけでも、ちょっと、しんどかったですね。懐かしい。懐かしいなぁ。阿久津くん、ま くまありがとうありがとうございます。<laughs> あ登場人物は覚えられないからこの人誰やっけってなってちょっとページ戻ったりしてるんだってあそれわかるな。いきなり出てきたみたいな。誰ですかって。誰ですかとかさ。誰が喋ってるんですかみたいな。そう私読み,方そう読み方が下手だったの。でもまあ普通にさ普通の本読むのとさ模試の文章読むのまた違うよね。 また違うけど難しかった難しかったです私には救急車の救急車の音が聞こえますあ皆さんだんだんとなんかこう気温も上がって湿度も上がってきたし最近はマスクもねずっとしてるご時世だと思うので熱中症などなど皆様お気をつけくださいっていうのを思ったなっていうのを思ったなっていうかそう暑いとさ マスクするの嫌じゃん嫌だからさそう嫌だけど気をつけて明日はまたとっても暑いんだってなんだって本当にそう蒸れそうそう,そう蒸,れ蒸れてくるじゃん冬はさ冬はいいけど冬はさなんか寒いから寒いからマスクつけてるみたいなところもあったけど <laughs> 夏は夏は暑いよねっていうことで皆様 皆様お気をつけて東京29度だって何それやばくないえ東京東京29度だってはっ <laughs> 29度って何 ?29 度ってなやばくない夏じゃんベランダでプールできますねあきょんちゃんも気をつけてだってありがとうありがとうありがとうお互いお互い気をつけましょううん ということでランキングを読んで参りたいと思います。どこを触ればいいんだあありました。13位、大田ちゃん、ありがとうございます。12位、拓郎さん、ありがとうございます。11位、エイリヨシさん、ありがとうございます。10位、さくん、ありがとうございます。9位、がま誠ちゃん、ありがとうございます。8位、がニオちゃん、ありがとうございます。7位、がきなこありがとうございます。6位、がウガちゃん、ありがとうございます。5位、がマサトくん、ありがとうございます。4位、がなおまささん、ありがとうございます。3位、がさきさきちゃん、ありがとうございます。 2位がマネぎねこさんありがとうございますそして1位がわたもちさんですありがとうあごゴッチンさんハートたくさんありがとう私は前髪と爪を切りたいんです好きにしてって感じだよねそ,そろ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 ,そろそろ前髪も爪も切ろうと思ってヤナさんタコありがとう岩友さんも花束ありがとう筋トレ頑張ありがとうそう今から今から筋トレします 1278人の皆さん、配信見に来てくださってありがとうございました。ハートが白い方もよかったら、ハートをピンクに、あと Twitter、あと755もやってるので、よかったらそちらもフォローしてくださったら嬉しいです。ではでは、筋トレとバドベスしましょう。<laughs> ほなほな。バイバイ。また明日。バイバイ。